味噌菌カルボナーラ、和テイストカルボナーラって感じ。美味しい。皆さんこんにちは、シトアナです。ついに先日味噌菌が再販されましたね。前回は発売日の翌日に購入して味噌菌を豚丼にしてみました。いやー美味しかったな。さあ再販日にアノンは入手できたのか。しかー味噌菌、この超美味しい味噌菌を使って再びアレンジレシピをご紹介します。ということで今回は続ヒカキンさんにも食べてほしい味噌菌カルボナーラを作ろうと思います。まず皆さんにお伝えすべきことがあります。この味噌菌、実は前回買ったものです。前回よりも絶対今回の方が手に入らないと思ったから、アノンは発売日の前日の夜だね、12時を過ぎてからコンビニを巡りました。売ってなかった。朝もう一回コンビニを転々としてみましたが売ってませんでした。セブンイレブン7軒も巡ったのにな。早朝にさ、チャリで真夏に山越えましたよ。やばかったー、死ぬかと思ったー。では早速、招き猫菌チャレンジ。蓋の裏に招き猫菌がいるらしいですよ。前回はいませんでしたが、どうかな今回は。招き猫菌出てくるかな、どうかな、出てこない。あー、相変わらずいい匂いだな。味噌菌自体の味のレビューに関しては前回の味噌菌アレンジ動画の方でやっているので、そちらをご覧ください。概要欄に URL を貼っておきます。ベーコンを好きなサイズに切ります。味噌菌探してさ、コンビニ巡りしてる時に小学生の男の子と幼稚園生くらいのちっちゃい子がお店に来てて、味噌菌探してたっぽかったのよ。で、なかったのよ。味噌菌ないのってその弟くんが聞いてたから、兄ちゃんがさ、もうちょっと先にもセブンイレブンがあるから歩いていこうって言ってて、ちっちゃい子とさ、お兄ちゃんが歩いてったの。え、もうって思って。味噌菌って子供の夏の思い出の1ページになるんやって思って。夏休みのさ、絵日記とかに書くのかな？味噌菌をお兄ちゃんと探しに行きましたとか。夏を作る男、ヒカキンですね。卵黄を分けていきます。さあ、うまくいくかな。よっ、いけ。全卵使っちゃってもいいんだけど、やっぱりね、半生っぽい感じになっちゃうんだよね、白身が入ってると。なんで卵黄だけ使うのをおすすめします。全然切れない。このドゥルドゥル切るハサミ欲しいね。オリーブオイルを引いたフライパンでベーコンを炒めます。いやー、このフライパンもだいぶ年季が入ってきましたね。和平フリーズさんのなんだけど、気に入って今2代目なんですよ。そろそろ3代目買おうかな。めちゃくちゃ積み立てしてる。1日に3回は使うかもしれない。取り出します。オイルごと出しちゃって大丈夫です。味噌菌を少なめのお湯で作ります。目安としては麺が浸るか浸らないかくらいですね。なんで少なくお湯を入れるかっていうと、規定通り 410ml 入れちゃうとびしゃびしゃになっちゃうんですよ。スープパスタになっちゃう。あとは味が薄くなってしまうからです。そういえば、あ、なんか勢い余って蓋を飛ばしちゃった。今パコンって今本来味噌菌はちゃんとできるのに5分かかるんだけど、この後煮る工程があるので4分で開けちゃいます。なんと下はのヒカキンさんにフォローされちゃったんですよ。いやー、何百万というね、すごいインフルエンサーさんにフォローされるの初めてだったから、どうしようって思ったよね。うかつなこともうつぶやけない、おっぱいブルブルって言えないじゃないかーってちょっと思った。もう言ってるけど。4分経ちました。こんな感じ、割とちゃんと汁気ありますね。味噌菌をお鍋に出します。牛乳を入れて軽く温まってきたらチーズを入れます。おお、なんかもうカルボっぽい感じになってきましたね。ちょっと
まだ汁気が多いんで、もう少し汁飛ばします。いやー、カルボナーラってさ、めちゃくちゃ難しいじゃん。これでできちゃったら楽でいいよね。配信で作ったけど、それくらい難しかった。配信では成功して、2回目やった時失敗したのよ。それくらい難しいんだって。いり卵パスタになっちゃうのよ。水分が抜けてきたら、火を止めて卵黄を入れます。手早く混ぜる。混ぜてください。卵大事です。わー、すごい。先ほど炒めたベーコンも入れて軽く和えます。胡椒をかけて、できた！完成しました！味噌菌カルボナーラです。これはひかちゃんにも食べさせてあげたい。では早速いただきます。あ、すごい濃厚な感じだね。むちゃむちゃしてる。取れない。あ、食べたことない味これ。でも美味しい。和テイストカルボナーラって感じ。特濃クリーミーソースにお味噌が合うね。ニンニクの香りもふんわり漂ってる。ではこちらの黄身を割って、さらに濃厚にしていきたいと思いますよ。おや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 、まあ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 、ちょっとね、しっかり身に。ほいほいほい、いただきます。やべえな、これ決まっちゃうな。ベーコンもチーズも味噌菌もかなり塩分があるから、卵黄と合わせてちょうどいいくらい。むしろ味に丸みが出て風味が豊かになった気がする。付属の香味油をかけようかな。感じだから油そばっぽい味になるんじゃないかなって思ってる。時間経って固まってるけど、みんなは熱々のうちに食べてね。撮影してるからちょっとこんなベタベタしとるんや。ラーメン屋みたいな匂いする。待って、クリーミーな油そばですよこれ。そんなわけで今日は味噌菌カルボナーラを作ってみたんだけど、特濃ソースにお味噌とニンニクが香って美味しかった。少し麺が柔らかめに仕上がっちゃったから、もちもち麺が食べたいって場合はお湯を入れたら 2,3 分で次の工程に行っちゃってもいいかもしれない。味噌菌はそのままでも美味しいから、食べた後のスープに茹でたパスタを入れて作るのもありですね。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。では次の動画でお会いしちゃうぞ。